秋田県農業協同組合中央会は、秋田県秋田市に本部を置く農業協同組合中央会。県内の農業協同組合の指導事業を行う上位組織である。県内 JA に対する経営指導や生産者、消費者向けの広報活動のほか、JA 全中、県内自治体との連絡調整等を業務として担う。また、中央会発足時から、 秋田県首苗交換会を主催している。1991年開催の県 JA 大会で JA 秋田中央会は当時88あった JA を13にする再編案を受け継ぎした。これに則り県内の JA は広域合併で16までに再編された。その後農家の高齢化や担い手不足が深刻化し経営の効率化並びに 財務基盤の安定化を図るべく再編の機運が高まった。これを受け2009年11月の県 JA 大会において県内 16JA を5つを目処に再編する案が決議された。そして協議が開始され県南部では JA 秋田ふるさと、JA 大物川、JA 小町、JA 宇ごが合併協議を進めていたが協議がまとまらなかった。このため JA 秋田ふるさとは JA おもの側だけとの合併を選択。2012年4月1日に両 JA は合併。新 JA 秋田ふるさととして発足した。JA 秋田組織整備、経営改革推進本部委員会は、2018年10月17日に、中央会の幹部や、県下 14JA の組合長らが出席し、委員会を開催。 県単一の組織を目指す方針を全会一致で議決した。これを受け、同年11月28日に開催の県農協大会で2024年度をめどに県内全14農協の一本化を目指すことを受け継ぎ、2019年4月をめどに14農協の役職員で構成する研究会組織を設け、協議を本格化させるとしている。しかし、JA 統合をめぐっては、 赤字を抱えた JA があるなどそれぞれの財務状況に差があり調整が難航すると予想されると NHK 秋田は報じている JA 秋田中央会の紹介 JA 秋田中央会2017年10月22日閲覧 JA 全中による事業等の概要 JA 全中2017年10月22日閲覧 低コスト化テーマに談話会見首尾交換会。秋田伊佐夫新報。https スラッシュ www.sakigake.jp n e w s a r t i c l e 2018110180014 2018年12月1日閲覧。ab 農協16号に再編構想組合員数減で財務強化。 読売新聞秋田版2009年10月24日、秋田県の全 14JA の統合を決定中央会議委員会、日本経済新聞、https www. 日経 .com、アーティクル、ジャックスムーズ36598260、x 1 1 c 1 8 a 0 0 1 0 0 0 2018年12月1日、閲覧。 秋田一農協化大会で方針を決議来年四月、メドに研究会。河北新報。https コロンスラッシュスラッシュ www.kahoku.co.jp スラッシュ p o h o k u n e w s スラッシュ二零一八一一スラッシュ2 0 1 8一1 2 9 4 0 1七 h t m l 二千十八年十二月一日、閲覧。 14JA を単一に統合正式決定。NHK ニュースウェブ、秋田ニュースウェブ、https コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュ lnews スラッシュ秋田スラッシュ20181128スラッシュ 6010002505.html2018 年12月1日閲覧ありがとうございます。